い、皆さんどうもこんにちは。中学受験、指導してます榎本勝人です。今年はですね、2014年ということでですね、それで、まあ、干支で言うと馬という年なんですね。で、まあ、よくですね、テストなんかに出るのは、実感十二支という話ですね。まあ、甲乙丙丁と、あと、ね、ネウストラル、辰巳。まあ、その組み合わせで、まあ、甲子から始まりですね、全部で、60ですね。60個ですね。まあ、60年で一周したのを、まあ、還暦ということになるわけなんですけども、では、今年は、どういう年かということですね。今年はですね、こういう年なんですね。はい。甲午という、これを見てピンときた人はちゃんと、歴史を勉強している人ということになりますね。はい。で、これを使った歴史的な事柄、さあ何でしょう、ということですね。まあこれですね。甲午農民戦争というのがありますね。甲午農民戦争。さあ何年でしょう、ですね。甲午農民戦争は1894年ですね。1894年。だちょうど、今年から遡ること、120年前の出来事でございます。はい、甲午農民戦争、これがきっかけとして日清戦争に発展したわけですね。ということはですね、ちょっとね、この、甲午ということをね、起点に、まあ、何年前ということですね、ちょうど120年前の出来事として、日清戦争。これは、絶対覚えておいていただきたい。これはまあ入試でもですね、何年前の出来事ということで、問われやすい。なので、もう一度ですね、日清戦争に関してですね、ぜひ、今まで使ったテキストの単語ですね、それを、見直しておいてもらいたいな、というふうに思います。はい、では今日は以上です。